はい、こんにちは、タカラです。昨日はもういろんな商品、いろんな通貨にも動きがありましたけども、もう分かりやすく言うと、為替ではもうドルや円、これがもうかなり強かったですね。そしてまあこの2つの通貨に買いが入ってくると、残りの通貨は売りが入りやすい。ポンド、5ドル、ユーロ、このあたりはもう売りが入ってしまってます。この動画ではドル相やクロス円なんかを見ていくんですけども、これらの通貨を見ていくにはすごく分かりやすい環境だと思います。まあ、要するにドルも円も強いわけですから、ドルストレートもクロス円も、上値が相当重い状況が今の相場は見えているということになりますね。目線はショートということになってくると思います。ただこれはあくまで強弱で見た話で、じゃあチャートの方から売れるかどうかですね。そのあたりを見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。チャートの見ていくと大きな陰線も大陰線ですね。その結果サポートも終わってしまいました。この動きによって下落の波も見えてしまいましたから、もうこれはショート目線ということになってきそうです。行ってこいみたいなこう強い買い戻しが入ってこない限り、このサポートを割れたというこの事実に注目をして売り場を探っていくことになりそうですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても下落トレンドが見えています。ここでレンジを作ってたんですけどもね、1.04、大きなサポート、もうずっとこのサポート効いてたんですけども、これようやく決着の形になりました。これも下への流れが出てますからね、もう売り場探しということになりますけども、昨日かなり大きく動きましたので、波の起点がだいぶ遠いんですね。これ200ポイントほど上になります。ようやくこの下落の流れも止まりそうになってますから、流れが止まれば僕なら調整を見ます。調整ですからまずはレンジを疑っていくんですけども、大きなトレンドが出てますから、この調整もそれなりのサイズは意識して見ていくことになります。もしかしたらこういった戻りが強く出てくる場面もあるかもですね。例えばまあ50ポイントほどの戻りが入ったとしても、環境には何も変化はないと、それぐらいのまあ強い売りが入ったということにもなりますね。目線はショートですから売り場探しではあるんですけども、波の起点遠いですから、こんなところバックにショート見ていくのは難しい。売っていくんなら別の壁を近くに置かないといけないですから、もうこれどんどんトレンドが出てしまったらこの動きについていくのはもう難しいと思いますね。ですけども、調整が出てくるとか、トレンドが出てくるとか、こういった値動きってどうなるか分かりませんからね。もし調整の形が見えてくるんなら、この売り場は逃したくはないですね。調整の戻りの壁探し、これが今日の仕事になってきそうです。今日も引き続きドルの強さであったり、ユーロの弱さであったりですかね、こういったのも見ていくことになると思いますね。問題はどこで売るか、この一点に絞って値動きを追っていこうかと思います。相変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。このクロス円の環境が少し難しくなってきました。大きな売りが入ってるんですよね。円がすごく強いんです。ただ今まで円が相当弱かったですから、いいトレンドが出てるんですよね。強い上昇トレンド見えてるんですけども、これ以上円が買われてくると少し環境変わりそう。この前には強い上昇トレンド、これ波の起点135円とかそのあたりですからね、もう10円近くの上昇がここにあったわけです。その動きが止まっての調整ですから、この値幅がまあ4円近くあるんですけどね、まあそれなりに大きなレンジになってますけども、まあそこまで大きなトレンドもここにありましたからね、これぐらいのサイズの調整があってもこれは仕方がないかなと思います。そしてこの今の環境というのは、高値を2回試して抜けなかった144円が明確な壁となって、この壁を嫌った売りというんですかね、高値からの売りの流れ、これがもう綺麗に見えてます。ただあくまでここレンジ相場ですから、今の流れはレンジの上から下までの売りの流れ、現在地もレンジの下限ですからね、まあ一旦抵抗は出そうな場所なんですけども、かなりこれ売りが強いですよね。今日も継続して円の強さ、もしくはユーロの弱さですね、ユーロ売りなんかが出てくるとこれサポート割ってしまうかも。ここまでの売りはもうある程度見えてはいますけども、これ割れるかどうかは完全に別問題ですね。いきなりこのクロス円のこのレンジ加減、安値圏での攻防という形がまあ注目することになってきそうで、これかなり面白い場面になってきたんじゃないですかね。割り込んでしまったら円高局面を大きく見ていく場面、こういったのも出てきそうですね。はい、ちなみにこちらが4時間足週足を重ねています。今注目しているこのレート139円あたりですね、これ過去に抵抗になっていた場所なんですよね。そしてこれをブレイクしたから強い流れが見えていて、一旦サポートされた形もあります。まあ、相当これ過去に意識されているラインになってきますから、まあ、抵抗は出て当たり前の場所にはなってくるんですけどね。ただかなり今売りの流れが強いですから、まあ、本当に流れが止まるかどうか、これもしっかり見極める必要もあると思います。まあ、チャート自体は強い上昇トレンドも綺麗なトレンドは出てますけどもね、まあ、単純に押してきたから買っていこうとはちょっと思えないですかね。それだけこの売りが強くは感じます。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても下落トレンド見えてますね。このあたりが一気にドーンと売りが入っています。ようやく少し流れが止まっていますけども、これ3円ぐらいの急落です。
波の起点がまあ3円上ということになりますから、基本的にはこの高値を抜けてこない限り戻り売りを見ていくことになりますね。ショート目線は変わらない。ただこの値幅がかなりありますから、リスクがとても大きいという面では少し入りにくいチャートかもしれません。一旦流れが止まって調整の形が見えてくると、まあこれはエントリーもしやすくなってくると思いますけども、ただこれも3円の急落ですからね、調整になったとしてもそれなりのレンジの幅にはなってきそう。例えば 30% そこそこ戻りが入るだけでもこれ1円近く動くことになりますから、売り場探しにはなるんですけども、売る場所は慎重にならないと、少しこの短期的な動きに翻弄される場面は出てはきそうです。この売りの流れ、現状ポジションがないんであればもうこの動きついていくのは少し難しいかもしれませんけどね、ただ調整に入ってくれるんであればもうこれは逃したくはないところ。これユーロでも同じ話をしましたけどね、下落の流れが止まって調整の形が見えてくれば、この戻りの壁探しが今日の大事な仕事になってきそうです。もちろん見えてくればこれはもう1回は売ってはいきたいですね。もう売り目線というのはもうある程度固定でもいいのかなと。問題はどこで売るかというところになってきそうです。はい、変わりましてこちらがポンドドル、時間足に冷やしを重ねています。ポンドもついにサポート終わってきてしまいましたね。下落に対しての戻り売り、これが綺麗に入ったことになります。短期的な下落トレンドもここには見えてますね。どっちにしてもサポート割れてしまったことで、まあ、売りが加速してくる場面、こういったのが出てくるかもですね。そしてこのブレイク前に見えていたサポート、これかなり強いサポートのように見えてましたし、波の起点もありますからね、こういった上昇トレンドを見ていたブル派の存在もあったと思いますけども、これもサポート割れたことで崩れてしまいましたんでね、こういった流れからのロスカット、こういった注文も今の流れは入りやすいかなと。今ここに3つの異なるサイズの波がありますけども、これ全部下を向くことになりますね。この特に緑の波、これもロスカットの注文で下への流れが出ることになりますから、ちょっと売り場探しになってくるんじゃないですかね。少し前の5ドルドルのチャートにすごくよく似てると思います。もうサポート終わってしまいましたんでね、相当上値が重い状況、この想定しない動きを追っていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。これ夕方まではポンド実は動いてなかったんですね。ではなぜこれ後半になってポンドに売りが入ったのか、これサポート割れてしまったからじゃないですかね。それまではまあドルはすごく強かったですからね、まあ、売りの圧力は強くかかってましたけども、ポンド動いてなかったですから、サポートさえ割れてこなければまた買いなんかも入ってくる、そういった場面も見えたかもしれませんけども、これも割り込んでしまいましたね。そうなると一つの決着、その結果ポンドに売りの方も入ったのかもしれません。売り入ってきたということはやっぱり継続して売りの流れを見ていくことにもなります。仮に流れが止まって調整で戻りが入ってくれば、これも一旦は売ってはいきたい。まあ、少なくとも買う状況には今はないかなと思いますね。買う根拠が見えてこないです。もう売り場探しになってしまうと思いますね。ただじゃあどこで売るのというところで、波の起点がこれも遠いんですよね。昨日大きな売りが入ったんですけども、一旦流れが止まってくると調整の形が見えてくる。この調整の値幅がそれなりに出てきそうで、売るんならこの値幅に注意しないといけないですね。あまり短期足を追ってしまうと、この短期のボラの大きさにやられてしまうこともあるかもしれません。通貨がポンドということもありますから、上下100ポイントぐらいの動きがバンバン出てきてもこれもおかしくないような環境だと思いますね。調整のレンジをまずは見ていきたい。レンジの高値、戻りの高値ですね。こういったのが見えてくれば当然売りも見ていきたいですけども、判断も焦らず見てはいきたいですね。中途半端なところでショートをして踏み上げられてしまったみたいなことにならないように、目線ショートは変わらないですけども、売り場探しは慎重に見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円でもそうでしたけどもね、少し今のこの現在地が難しいところ来てしまいましたね。大きなレンジを見ていけば、レンジの安値圏、円がかなり強いですからショートは見ていきたいところですけども、今の段階ではこれまだ安値割り込んでないですよね。ということはこの下にはサポートあるかも、サポートが見えてくれば買いなんかも入ってきやすいですから、すごく抵抗が出やすい場所ですね。ショートを見ていきたい環境、流れはあるように思いますけども、ショートをしていくには場所が悪すぎるようにも思います。これもブレイクという形、決着がつけばいいんですけどもね、現状今の段階でもあるとこれわからないですから。これも由来もそうでしたけどもね、すごく嫌な位置では引けてしまいましたがね、ただバチンと買うにはちょっと売りが強すぎるように思います。レンジ加減、買いを見ていくには売りは強すぎる、レンジの加減だから売りを見ていくにもちょっと場所が悪い、手は出しにくい環境ですから、はっきり流れが見えてくるまで様子見でもいいんじゃないですかね。まあ、高値で売っていた人はもうこれ抜けるかどうかはわからないですからね、まあ、一旦の利類の場所と、見てもいいとも思います。
はい、こちらが15分足4時間足を重ねています、急に大きな動きがドーンと入りましたけども、まだこれ2回安値を試して抜けていないという形、見てる人も中にはいそうですね。サポートはまだ効いている。ただ波の起点はもうかなり遠い、300ポイント以上上、3円以上上ですね、この辺りが戻りの高値ですから、まあ、上限に壁が見えてます。レンジと見てもいいと思いますけども、今の位置はレンジの安値圏、買っていくにはちょっと売りは強すぎますし、売っていくにはレンジの下限、場所が悪すぎるようにも思います。ですから、まあこの辺りで別のレンジ、足場みたいな動きになってくれば分かりやすいですけどもね、まあどういった調整になるかも分からないですし、時間もかかってくるとも思います。ちょっとマクロ戦、値動き見ていくのは難しい場面までは来てしまいましたね。本当に円が強いんであればブレイクしてくるんじゃないかと思いますんで、ブレイクという、これも事実ですね。決着というのが出てくれば改めてまた売り場を探っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、時間足に冷やしを重ねています。昨日はオーストラリアの政策金利の発表がありました。ただ発表直後にこういった大きな売りが出たわけではなかったんですね。発表してから少しタイムラグがありました。ではその間、どういった動きがあったのかですね、まあ、これはもう予測でしかないんですけども、ゴールドラゴンもこれサポート割ってたんですよね。先週の金曜日に大事なサポート割りました。月曜日に戻りは入りましたけども、戻りきれていない。強い買いを見ていこうと思えばもうしっかり買いが入ってほしいところなんですけども、ただ今日は政策金利の発表があったわけでね、まあ、少し動きにくい環境だったと思うんですね。決着を受けて、結果を受けてもある程度予想通りではありました。 0.5% 上げですね、まあ、その予想通りがどういった流れを生むのかだったんですけども、結果これ高値抜けてこなかったんですね、まあ、上値が重い状況は相変わらずだった。サポートも割れている流れもありますから、まあ、そうなるとも失望の売り、こういったのは出てきてもおかしくもないかと思いますね。そしてこの売りによって分かったことは、月曜日の買い戻しというのはあくまで調整の戻りに過ぎなかったということですね。大きな流れを見ていけば下落のトレンドも見えています。売り環境ということになってくるんじゃないですかね。売り場探しが今日の仕事になりそうです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。こうしてみると直近安値、綺麗なところで買い戻しも入っています。ではこの買いで、この高値を抜けてくるような、強い買い戻しが期待できるかどうか、まだまだそこまで見ていくのは難しいんじゃないですかね。まあ、確かにまあ同じようなところでサポートされてますから、短期的なサポートとして見てもいいと思いますけども、戻りもかなり重いんじゃないかなと。上下の壁が見えてますからレンジと見てもいいと思います。現在地レンジの安値圏ですけども、昨日はかなり大きな売り、強い売りが入りました。この流れが止まったとなってくると、次僕は見たいのは調整、調整ですからレンジを疑っていきたいですね。ですから、まあ、チャート的にはすごく弱いわけです。レンジの加減ですから売り場探しは慎重になるわけです。ということは、まあ、調整のレンジの戻りの高値、これを見つけていかないとちょっと売り場が見えてこないんじゃないですかね。抵抗体が抜けてくればまたレンジがここにありますから、高値圏までの買いの流れなんかは出てくるかもしれませんけども、ただ上位足の環境からもサポート割れてしまったというこの事実はもうしっかり残ってますんで、どこかの場面で買いを見ていくよりは流れに沿った形、売り場を探っていく方がいいのかなと思いますね。まあ、下のサポート割れるかどうか、こういったのも分かりませんから、なるべく高いところ、壁を近くに置いてショートはしていきたいところですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。この線の中では一番チャートは弱いと思いますね。まあ、サポート割れた、金曜日に割れたんですけども、月曜日に買い戻し入りました。まあ、この動きによってちょっとよくわからなくなりましたけども、昨日ですね、再度大きな売りも入りましたので、これで見えたこと、やっぱりサポートは割れていたんじゃないかというところ、あとはこの月曜日の買い戻しに関しても調整の戻りに過ぎなかったということにもなります。短期の下落トレンドも見えたことになりますから、もう徹底してどこで売っていくのかというのを見ていく相場になってきたんじゃないですかね。サポート割れてしまったというこの事実はすごく重いと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ていくとサポートは下に見えてます。ただ戻りの高値、上の抵抗も強そうですよね。まあ、結果上下に壁が見えてますから、短期足はレンジを見ていくことになるかなと。現在地レンジの安値圏、売っていくにはもうかなり場所が悪いですけどね。ただチャートはかなり弱いですから、しっかり売り場を検証して見ていきたいところですね。昨日であれば大きな売りがドーンと入っています。これ値幅にすると2円ぐらいの下落になってます。この流れが止まったとなってくると、これもそれなりのサイズの調整の幅にはなってきそう。いや、一緒見てもチャートはかなり弱いですからね。まあ、売り場探し、ただまあレンジの高値で売れればいいですけども、そこまで見ていくには時間もかかりそうですから、まずは下落の流れが止まったこの調整の形を意識して見ていきたいですね。調整になるんなら僕ならレンジを疑いますから、どこかに壁は見えてくるんじゃないかなと。そしてまあこの安値割れるかどうかはこれはわからないですからね。ひとまずこの安値に向けた売りの流れを追っていきたいと思います。
はい、ということで、まずはクロス円を見ていきたいと思いますけども、クロス円って結構難しい環境になってきましたね。特にユーロ円とポンド円に関しては、弱い流れは見えてはいるんですけども、安値まだ割り込んでいない、レンジの下限にぶつかったということで、今日の結果次第でまた新たな流れも見えてきそうですからね、少し慎重には判断したいところです。そんな中でこの5ドル円、これだけがもうサポート割ってしまってるんですよね。もう一つの事実が見えてます。どこで売っていくのかというのは慎重に見ないといけないですけども、目線ショートはしっかり固定して値動きを追っていきたいですね。ですから5ドルがかなり弱いということですかね。5ドルの売り、これは注目をして見ていくことになりそうです。5ドルが弱いんであれば、この弱い5ドルに対して強い通貨、今強いとなってくるとやっぱりドルは外せないと思いますんで、まあ、そうなるとこの5ドルドルも、売りの流れを見ていくことになるんじゃないですかね。昨日は包み足、リバウンドの形も見えたんですけども、完全に潰しています。もう当然ですけどもサポートも当てますからね、徹底した売り場探しに今日もなってくると思います。あとはポンドとユーロに関しても、完全にサポート終わってしまいました。もうこれが事実ですからね、急な戻り、強い戻りにだけ注意をしながら、これも売り場を探っていくことになりそうです。はい、こちらはユーロドルですけども、これも完全にサポート終わってますね。売りの流れがはっきり見えてますから、目線ショート、ちょっともう買っていく材料が見当たらないですけどね。僕はもう目線はしっかり固定して、徹底的にこのドルに関してはドルの強さですね、ドルストレートのショート、これをしっかり追っていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。